クリス・アルギエリは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。元キックボクサー。ニューヨーク州ハンティントン出身。元 WBO 世界、スーパーライト級王者。長いリーチを生かしたジャブとフットワークを使う、アウトボクサー。独身で、両親の家の地下に居候している。元キックボクシング王者のティム・レーンが、キックボクシング時代からトレーナーを務めていたが、現在は、 ジョン・デビット・ジャクソンが務めている。父親はイタリア人で、母親はアルゼンチン人。アルジェリは現在も臨床栄養士として働いている。ボクサーとしては珍しく工学歴で、2007年に健康科学でニューヨーク州立大学ストーニーブルック校を卒業、2010年に栄養学でニューヨーク工科大学の修士号を取得しており、 ボクシング引退後には医学大学へ通い医者になることを希望している。格闘技の経歴は中国憲法を10歳で始めて16歳でアマチュアキックボクシングを始める。私立高校時代にはレスリングを始めてチームのキャプテンを務め州大会で準々決勝に進出したのが最高成績。大学時代はアマチュアキックボクシングでタイトルを獲得した後に 19歳でプロキックボクシングへ転向。21歳で若世界スーパーウェルター級王座を獲得。2007年10月26日に23歳でエスカ世界ウェルター級王座を獲得後プロボクシングへ転向した。アマチュア時代に全米競技空手協会の北西部王座を獲得後プロへ転向。エスカ世界ウェルター級王座と若世界。 スーパーウェルター級王座を獲得した。プロキックボクサーとしての戦績は20勝無敗。2008年4月3日、24歳でブルックリンでボクシングデビューを果たし3回1分54秒、TKO 勝ちでデビューを飾った。2014年6月14日、アルゲーリにとって初の12回戦がいきなりの世界初挑戦となった。ニューヨークのバークレイズセンターで WBO 世界スーパーライト級13位の挑戦者として、WBO 世界同級王者、ルスラン・プロボドニコフに挑戦。初回に二度ダウンを奪われるも、その後はアウトボクシングでプロボドニコフの追撃をいなして、番狂わせとなる12回2から1、2者が114から112、109から117の判定勝ちを収め、全勝のまま20戦目で、 世界王座獲得に成功した。アルギエリは、この試合まで受け取った、ファイトマネーの最高額が1万5千ドルだったが、この試合で10万ドルを受け取り、奨学金と借金を完済することができた。2014年11月23日、マカオにあるザ、ザベネチアン、マカオうち、古代アリーナで1階級上の WBO、世界ウェルター級王者、 マニー・パッキャオと144ポンドのキャッチウェイトで対戦した。前日計量でアルギエリが0.4ポンドの体重超過となる144.4ポンドを計測し、裸になっての最計量でも144.2ポンドを計測したが、1時間後の最計量で143.6ポンドを計測し、計量をパスしたが、試合前に、 アルギエリは WBO 世界スーパーライト級王座を剥奪された。試合は2度のスリップ気味のダウンも含めて合計6度のダウンを奪われ、12回0から3の判定負けを喫し2回級制覇に失敗した。アルギエリはこの試合でファイトマネー167万ドルを受け取った。2014年12月15日、WBO は最新ランキングを発表し、 WBO 世界スーパーライト級王座をクイートし、アルギエリを WBO 世界スーパーライト級1位にランクインした。2015年5月29日、バークレイズセンターで元、元 WBA、IBF 世界、スーパーライト級、スーパー王者で、WBC 世界ウェルター級、シルバー王者のアミール・カーンと対戦し、12回例から3の、 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。この試合からトレーナーをジョン・デビット・ジャクソンに変更した。2015年12月5日、バークレイズセンターで本格的なウェルター級進出戦でエリック・ボーンと対戦し、8回にダウンを奪い3から例の判定で勝利し3連敗を免れた。2016年4月16日、 バークレイズセンターで IBF 世界ウェルター級3位のスター候補、エロール・スペンス・ジュニアと対戦。4回に1度、5回に2度ダウンを奪われ3回目のダウンを喫したところで、リフェリーがストップ。プロ初の小負けとなる5回48秒、TKO 負けを喫した。アルゲエリは32万5千ドル、スペンスは22万5千ドルのファイトマネーを稼いだ。ありがとうございます。